フェレンツ・フリッチャイ、絵も亡くなりました指揮者ですが、まあ、ハンガリー出身ですね。でこの人1952年からベルリンのリアス放送交響楽団、まあ、現在のベルリン放送交響楽団ですが、そこの常任指揮者を10年にわたって務めた人です。でこのフリッチャイの功績をたたえ、まあ、それを記念したフェレンツ・フリッチャイ協会というのがベルリンに設立されたわけです。で昨年実はフリッチャイ没後20年になるのを機会に、まあ、何か事業を行おうと考えたわけですね。そして、今回のドイツを中心とした若い指揮者を育てる講習会、指揮者講習会を行ったというわけです。で期間は3月の5日から15日までの、まあ、約10日間、まあ、短い間だったんですけれども、大変充実した講習会が行われたということです。で参加者は西ドイツの若い指揮者を中心に10名が選ばれて参加しております。まあ、西ドイツ以外の人は2人です。オーストリアとそれから日本の田中義和さん、もっともこの2人ともドイツにまあ大いに関係の深い人たちです。で年齢的には25歳から36歳まで、まあ、平均年齢ちょうど30歳ぐらいです。でこの講習会に指揮者のゲルト・アルプレヒトとベルリン放送交響楽団が協力をいたしまして行われたわけです。で昨年の講習会のテーマはブラームスの交響曲とそれから新ウィーン楽派のベルクの作品ということで行われました。でこの講習会の後締めくくりのコンサートとして行われましたのが、まあ、これから聴いていただきます昨シーズンのリアス新人演奏会の特別コンサートです。で今回は2人の指揮者が選ばれてこのコンサートを指揮しております。ただ10人のうちなぜこの2人が選ばれたのかということ、いろいろ資料を調べてみましたんですが、はっきりしたことは分かりません。あるいはまあ一番優秀な成績だったのかもしれません。このコンサート、昨年の3月14日にベルリンのフィルハーモニーホールで行われまして、管弦楽はベルリン放送交響楽団です。で今回、まあ、ブラームスの交響曲とベルクの作品ということで、まあ、2曲、2人が1曲ずつ演奏しておりますが、それではまず最初にベルクのバイオリン協奏曲が演奏されておりますので、それを聴いていただきます。指揮をしておりますのが西ドイツのマンフレート・マンハルト、昨年28歳の若い指揮者です。でバイオリン独奏がこれはもう超ベテランのウォルフガンク・シュナイダー班です。このマンハルトにつきましては後ほどご紹介するとしまして、それでは早速演奏をお聴きいただきます。ベルクのバイオリン協奏曲、ウォルフガンク・シュナイダー班のバイオリン、マンフレート・マンハルト指揮、ベルリン放送交響楽団の演奏です。
ベルクのバイオリン協奏曲を聴いていただきました。バイオリン独奏がウォルフガンク・シュナイダー班、それにマンフレード・マンハルト指揮ベルリン放送交響楽団の演奏でした。まあ、シュナイダー班といいますと、もうすぐ70になる演奏家ですけれども、その割には大変よく弾いていたんでちょっと驚きましたけれども、まあ、一部やはりちょっと不安定な、技巧的に不安定なところありましたけれども、まあ、よく弾いてるなという気がいたしました。それから今指揮をしておりましたこのマンフレッド・マンハルト、このベルクのバイオリン協奏曲だけでこの人の指揮を云々するのは大変難しいんで、まあ、はっきりしたことは分かりませんけれども、この曲はいわゆるこの現代的な叙情性に富んだところと、それから非常にメリハリの効いた鋭いそのところと、その2つがうまくこう組み合わさっていると思いますが、そのちょっとこうパンチがもう少し効いてもいいかなという、まあ、そんな感じもいたしました。さてこのマンフレート・マンハルトですけれども、ちょっとご紹介しておきますと、1955年ミュンヘン生まれですので、昨年28歳、ミュンヘンの高等音楽学校で勉強しまして、1982年一昨年卒業しております。まあ、その間にミュンヘン市の、まあ、リヒャート・シュトラウス賞というのを受賞しておりますが、まだ卒業したばかりですので、まあ、指揮者としての公の活動はあまりないようです。ところで今回この聴いていただいておりますこのフェレンツ・フリッチャイ協会の主催によります第1回ベルリン指揮者講習会の、まあ、に選ばれた、まあ、指揮者たちの演奏ですけれども、先ほどこのフェレンツ・フリッチャイ協会ができて、まあ、没後20年の、まあ、なんか事業をやろうと、それでこの講習会を企画したと申し上げました。